できないため朝配信です。声がこんな、これでも治ったんですけど、ちょっとこんななのでゆっくり喋ります。すいません、ちょっと龍角散とか食べちゃう。寝てない、そうだよ、寝てないです。結局寝る暇なかったんです。寝ておりません。龍角散持ってくる。おはよう。テロップに書いとこう。龍角散舐めてます。おはよう。どうも。もう髪もメイクも終わりました。そう、ちょっと昨日のお話し会で喉をやっちゃいましたので、ちょっとしばらくはこの声になります。ちゃんと寝てません。一睡もしてません。やばい。おはよう。ありがとう、朝から見に来てくれて。喉をやった瞬間、いや徐々にですね。昨日は1時間目から6時間目までお話し会があったので、徐々にはしゃぎすぎて、多分ショールームのパセージしか見たことない人はえっ、と思うかもだけど、リアルお話し会の私はうるさいですね。大変うるさいと定評をいただいておりまして、お話し会例に並んでない向こう岸の方々にも話してる内容は聞こえてくるらしくて、そう聞こえてくるそうで、ちょっと私声のボリューム感を未だに把握できてなくてね。そうなんですよ、声を出しすぎてこんなになっちゃいました。やばい、土曜日がやばい。ソロイベントあるのにこんなになっちゃいました。しかも来月はリアルお話し会が2日連続あるんですよ。やばい、私の喉が持つかしら。おはよう、おはようございます。そう、千穂さんも書いてたよね、喉って。ちょっと仲間意識そうだよ。来週、今週の土曜日か、土曜日がイベントです。お腹鳴りました。でも千穂さん今日もお話し会じゃない、リリーベでね。リリーベの話し会だよ今日。でも私1時間目からだいぶこの声だったんですよね。なんかこの前のフェスで、フェスの帰りの新幹線から若干なんかかすれてきた気がするなってなって、でそれが治りきらないうちに昨日多分喉使いすぎてこんなになっちゃいました。今ちょっと口先の方だけで喋ってるから結構喋りやすい。はいよ、ね、今日はそう、今日パセリリーベでしょ明日って言われたんですけど、昨日自分行けないけど明日パセリリーベだよね。パセリリーベいないです。千穂さんとかマイキューさんとかサーヤンとかみちょさんとかひなさんとかが今日はリリーベがあって、そう幕張
イオンモールで今日は STMDD イベありますので、あの参加したい方は当日券が買えるシステムなので、ぜひお近くの方はぜひです。陣内さんお疲れありがとう。渡辺さんだるま、菜の葉パさんハート、おたけさんハート、ちんさんだるまとハート、アイスレモンさんだるま、ラクさん回復薬、クワドリさんだるま、ラクさんココアありがとう、ズーシミさんハートありがとう、タカさんだるま、ミフネさんかわいありがとう、ペスコシザさん、クマちゃんありがとう、早起きですね、バラちゃんレインボースターありがとう。眠いよ。でも昨日の方が眠かった。昨日もなんか2時間ぐらいしか寝てないけん、なんか体勢がついてて、うん、昼寝できそうだったら昼寝します。ヤマケンさん、ココア、アルテミスさんハートありがとう。昨日意外と初めましてって方多かったけんさ、パセの声がガサガサと思われたかもしれん。やばい、大丈夫ですよ。熱もなけりゃ他の症状もない、ただ声が枯れてる。先月さ、あの鼻水にやられとったと思ったら、今日は喉です。めっちゃ乾燥してて、会場が肌もやばかったんです。昨日何回もメイクの上からする保湿のスプレーシュ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 ってしても乾燥していた。そうなんですよ、やばいしょ。ちょっとお腹も鳴ってます。お腹はのんきだから腹が減っています。でも食べたんですよ朝ごはん。ぬさんだるま、のぶろうさんハートありがとう。朝が早いですね。朝ごはんはパイナップルとヨーグルトです。蜂蜜を入れました。喉に優しい。毎日食べてこのありさまです。このありさま、なんかね、STU メンバークリスマスコンサートあたりから順番に治ってはかかり治ってはかかりってさ、誰かしら体調ずっと崩してて、公演が結構多かったからね、年末年始。その度に多分治っては誰かがかかり、治っては誰かがかかりってしてなってる。笑い事じゃない。ケンタさんハート、渡辺さんだるまありがとう。皆さんも気をつけてください。気をつけてね。確かにババ抜きみたい、どれ引いても当たり外れだった。間違った。アルテミスさんココアありがとう。右田ピポさんダールマありがとう。やばいでしょ、カイロを温めてるか喉に。トーストとヨーグルトいいね、美味しそう。トーストとしやさんダールマありがとう。喉がギュルギュルなった。大吉さんかわいいありがとう。喉がうわいうーってなってました。おはようって言ってます。喉も笑いこらえるのに必死だった。おはよう。僕は大丈夫だよ、熱もない、熱も
咳もくしゃみもない。昨日も話し会、パセリ声あんま使わないで丸か×でいいよって言ったのに、もうびっくりするぐらいでかい声で喋ったらこうなっちゃった。バラちゃんバラありがとう、イデさんバラありがとう。はいよ、今日は6時まで配信しようかなって思います。6時まで配信したら着替えます。なんでこんな早いの、みんな朝早起き。龍角さん、ブルーベリーの食べたことない。なんかさ、龍角さんの金色のやつあるじゃないですか。あれを昨日マネージャーさんが一個くれて、ミルクの味がした。初めて食べた。渡辺さん、だるまありがとう。あ、寝てないの？仲間じゃん。イエーイ。私もだよ。あのさ、12時に配信終わってさ、お風呂入ってメイク落としたのに、もうメイク、今日のメイクだからね、これ配信前にメイクしてこれだから、さっき落としたのにまたメイクして、肌もびっくりするよ。あれまたなんか乗せてきよったなって思って、絶対びっくりしてる。やっと休めると思って、また乗せてきよった。通知で起きた、起こしてごめん起こしてごめんだよ。久しぶりに来れました、ありがとう。早起き遅寝、昨日ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。紫色のパッケージ知ってるよ、見たことあるよ。ブルーベリー食べたことないんだけど見たことあるよ。存じてました、おはようございます。ウェルシアは広島にないんです。松木屋にもあるよ。ここからファイもある、サンドラッグもある、コンビニにもあるよ。おはよう。プロポーズはできませんでした。あら、応援したのにまたリベンジだね。おめでとうございました、改めまして、ね、お腹がずっと鳴ってる。全然寝た気がしてないので、実質寝てない。実は二度寝だ。二度寝パーティーよ。パコも、パコ明日いっぱい寝ようかなって感じです。明日爆睡したろうと思ってます。おはよう。いや、どうも。シーチさん、だるまありがとう。こまめに水分摂取。分かった。分かった。もう昨日の話し会はいつもお水飲むときはしゃがんで隠れて飲んだりとかしてるんですけど、もう水飲む頻度が尋常じゃなさすぎて堂々と飲んでた。ちゃんと飲んでるよっていうアピールのためにも堂々とストローをチューチュー吸ってました。失礼いたしました。話し会楽しかったです、ね、あっという間に一日が終わりました。しーちさん、回復薬ありがとう。セキュー助かるぜ。はいよ。いや、
ファンのみんなも心配よ。だって結構人いたもん。マスクもさ、任意だからさ、おのおのでつけたり外したりだからね。そう、写真会、ツーショット会も個別写真会も楽しかった。なんか個性が出てる個別写真会の方もツーショット会の方も個性出まくってるし、一番個性出てんのは私のタイツの色です本当に見てほしい。昨日はタイツの色ミスって、あの幼稚園生のお遊戯会で履くみたいな白いタイツみたいな色だったよね。マネージャーさんにもね、お遊戯会みたいなタイツって言われてね。そう、あの分厚いやつをこの前買ったんですよ。それでね、そう、それを初めて履こうと思って履いたら予想以上に肌より白くて、ツーショット界の私の足のっぺりしすぎてた。他のメンバーと比べても、もう他のメンバー素足なのに私だけなんか白いし、なんか分厚そうだし、しかもさ、ベンチに深く腰掛けすぎて太ももが潰れて、あの太く見えるんですよ。だからそういう写真撮るときは浅く添えるのがおすすめです。お尻の、お尻のラインぐらいまでで浅く座るのがいいかもしれません。あんまり太く座っちゃうと、太くじゃない、深く座っちゃうと太くなっちゃう。あと足は伸ばすといいですね。伸ばすか、こういうよくなんかバラエティとかでアナウンサーさんとかが座ってこう斜めの、就活生とかが座ってる斜めの足がいいですね。ツーショット間に合わんかった。じゃあまた今度、また機会があったら待ってるよ、待っておるよ。ダーソクさん、だるまありがとう、おはよう。今日はずっと龍角さん舐めとこ、昨日もずっと舐めてたんですよ。お話し会の合間、お話し会じゃさすがに舐めないから、終わった瞬間舐めて、舐めて弁当食べて歯磨いてまた舐めて、水飲んで舐めて、喉スプレーして舐めて、いっぱい舐めてた。たかしんさん、ココアありがとう。ルースさん、だるまありがとう。シーチさん、ハートありがとう、はよ。文化キーさん、ハートありがとう。なんか喉対策、温める以外なんかあるかな。いっぱい温めるよ。 OK、どこ温めたらいいんだろう。ここ、あと後ろ、なんかマフラー巻くといいって言いますよね。喋らない、間違いない。じゃあ今日はなるべく喋らない。もう朝にショールーム終わるから、一日喋んなくてもどうにかなる。レジ袋いりますかとかの時だけ、あとお支払い方法はとかの時だけ喋れば、頑張れば喋らなくても生きていけます。今日は、今日はね、無理な日もあるけど今日はいけそうネギ、ネギ高いけんねよ。1キュッパする、1キュッパ。喋りすぎは原因なら喋らないしかない。喋りすぎは原因か、乾燥が原因か、シンプルに風か。
と病院今日日曜日だから明日行こうと思ってて、無音で分かった。なんかメイクすればよかったの、配信中にもう終わらせちゃったからね、ジェスチャーで。難しいよ、喉を使わないって。おはー、今日は喉を使わないよって言いました。今日は日曜日今日日曜日、今日のおすすめテレビは何ですか？今日なんかある日ですか？おはよう。今の最大限の声、喋っちゃう、もう勝手に口が動くわ、喋ってないと落ち着かん。ワンワンワンダフル、え、今日リンゴ出る？6時から6時に配信終わるのに6時からやん。ワンダフル、リンゴいつまで出るんですか？もう出ない？しんちゃんさん、招き猫ありがとう。もう出ないかな、この前がラストかな。あ、ゴルフのやつ、リコチとアリちゃんさんのやつ、リコチとアリちゃんさんのコンビ名何？アリッコリなんだろう、アリコチ、ミネオシアリコチ。コンベイさん、ダルマ、バルちゃん、レインボースターありがとう。あ、告知してたから出る。ほんと、見なきゃ見なきゃ見なきゃだぜ。フジヤもハートありがとう。温めるよ、はよ。朝ごはん、今日朝ごはん何ですか？今日何なの？朝ヨーグルトとハチミツとパイナップル食べた。昨日の夜ご飯はたこ焼き食べた。たこ焼き食べました、大阪で。会場に用意してくださったやつ食べました。眠くなってきた。前田敦子さんのドラマ、今日 CM 見たやつだ。カイロで、え、効果ないかな、どうなんだろう。午後一食べてない、マネージャーさんに譲りました。午後一いつも譲ってるんです。シューマイ食べそびれました。あったかいシューマイがあったんですよ、あったかい機械があって、シューマイあったのに食べるの今思い出した。後から食べようと思ったのに多分売り切れてました。ちまきを食べたよ、海鮮ちまきと、あとイカ焼き、阪神名物イカ焼き食べました。配信あってから寝れないよ、だから今日はお休みなんですよ。だからお仕事じゃないので、仕事だったらさすがに寝てるけど、今日は普通に休みで、ちょっと個人的な予定があるので、早起きというか朝配信です。昨日ありがとう、こちらこそありがとう、遠くからありがとうございました。また次の予定は見て、しばらく公演、なんか公演、早く公園で会いたいですって昨日いろんな人に言われた。私もだよ、また決まったら会いに来てね。ね、イカ焼き私も初めて見たの、あの祭りの屋台で見る系のさ、タレがかかったイカかと思ったら違くて、
生地だった、生地あれは何ですか、お好み焼きよりもっとスタイリッシュな感じのやつだった。イカがいっぱい入ってました、ゴロゴロゴロ、ね、大人気って聞いたよ。おはようございます、ありがとう、朝から見に来てくれて。カイロでマラカスしちゃおう。卵入れ休め、お話し会でも言われた、卵入ってたって言ってなかったですって、気になる、気になります。喉が元気ないから他のとこで元気出しとかないけど、バランス取ります。イヤホンで聞いてる人うるさいなって思ってる。すいませんね、申し訳ないです。カイロを振ると空気穴が詰まって発熱しなくなる、最悪だ、救出しなきゃ、ごめんね、発熱してほしい、カイロに。私は発熱したくないけど、カイロには発熱してもらわないと、それがあなたの使命よ。リョクさん、ハートありがとう、おはようございます。今から寝るの？私の分も寝といてよ。スリーピースリーピー、今あったかいよ、配信始まる前にもう温めといた、いっぱいシャカシャカしといたから、もうポカポカよ、ポカ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 、はよ、5時半だって、あと30分でリンコだ。リンコ見なきゃ。しゅんぼうさんハト、のぶろうさんハト、これはこの前お母さんがくれました、大量のカイロくれた。私も買ったばっかりだったけど、いるって言われて欲しいってとっさに言ってしまって、今家にね大量のカイロがあるんですよ、使わなきゃ、冬のうちに、夏は収納に困っちゃう。目閉じたら寝ちゃいそうです、ダメだよ。遊びに来たよ、ありがとう、ありがとう。ノーメイク、いいえ、もうメイク終わりました、リップが薄いだけで、あとちょっと今日は目がパンパンです。メイクしてます、これは見分け方、メイクをしてるかの見分け方、こことここと眉毛、そして寝起きはこんなに前髪は整っていません。広島県民はカイロ迫害するの？知らん、そうなの？声がさ低いから、そうなん、初めて聞いたよ。で、今袋買いしましたよ、大量に入ってるやつ。あ、振っちゃダメなやった。安静に、安静に、安静に。メイク好き、嘘。なるべく目を横に広げたいから、長め、長めでおしゃれ。カイロって揉むのがいいんですか？
ちごちゃんと友達になったよ、友達になりたいって言ったら、なりましょうって言われて友達になった。友達との差作り方分かんなかったから、あのどうしていいか分かんなかったから普通に言いました、友達になりましょうってこんな友達になり方あるか分かんないけど、そうなりましょうって。なんかいちごちゃん肌がプルプルで若かったよ、触っちゃったもん勝手にほっぺた、ごめんねごめんよ、急に右頬を触った女です、すいません。揉んでもダメなのカエロ、じゃあ分かった、じっとしとくね。もくもくさん、だるまありがとう。リンクは6時45分、分かった、もうパスよ、もう6時に配信終わるから見れない顔して録画しとく。昨日は楽屋にいたら浜田響ちゃん、長崎出身の浜田響ちゃんが写真撮ってくださいって話しかけてくれて、で撮ってもらって喋ったんよ、長崎の話とかして喋って、で響ちゃん戻ったと思ったらなんかリーちゃんが来て撮って、私も撮ってくださいって言われて、もうなんか芸能人の気分だったよ。でそしたらいちごちゃんも来てくれて、そう喋れました。そうです、でも昨日は結構楽屋の一番端っこでじっとしてました、声がこんなんだから安静にしてたよ。楽屋ではね、お話が一応うるさかったけど楽屋では静かだったよ。セリカさん、私さ、あの昨日ヒーちゃんじゃなくてヒータンの方が新幹線の前の席だったんですよ。セリカさん倒していいですかって言われたのセリカさんと新鮮でした。多分ヒータンだった気がする。そう、かいちゃん小判ありがとう。そうびっくりしました。パセリさんって 2.5 期からはパセリさんだから新鮮ですね。ドットさんハートありがとう。昨日後輩があれからアイスとケーキくれた。どこで買ったのアイスとケーキ売ってた。売ってた。まあいいよ。もうさ、もうメンバー同士やっけ、倒していいですかって聞かなくても、もう全然全開で倒しちゃって大丈夫だよ。ビヨーンってビヨーン、ご対面。パちゃんさん、パさん、誰か呼んでくれんかな。でも急に呼ばれたらびっくりしちゃう。うん、コンビニケーキ、冷めたチキン、制服クリスマスだね。はいよ。龍角さんがちっちゃくなってきた。みんなに見てって見せたいけど、さすがに口の中は見せない。こんぐらい、今ちっちゃい。みんなアメちゃん噛むタイプですか？ボリボリ。私は舐めるタイプだよ。録画ボタンを押すとこだぞ。嫌だね。嫌だよ。教授さん、ここありがとう。ちっちゃくなったら噛みたくなる。
みふねさん、だるまありがとう。歯が負けそうなので買いません。頑張れ歯、強く生きろ。にしさん、だるまありがとう。早起き、びっくり。汗も眠くなってきた今頃。もう今寝たらもう大変。寝落ち防止配信。とっちゃん、だるまありがとう。ゴールデンだるま、ゴールダル。なんか目閉じるだけでさ寝れるって言うじゃないですか。寝てなくてももうなんか体休まる。もうガチで寝ちゃいそう。やばいやばい。おみかわさん、ココアありがとう。陣内さん、ココアありがとう。シーチさん、ゲームギフトありがとう。3期と同室。でも私さ、先輩と同室沖さんとしかないよ。あ、ソラハさんもだ。沖さん、ソラハさんとどっちも1回ずつぐらいしかない。多分、うん、あんま先輩後輩にならないように組まれてる。先輩側も気使うし後輩側も気使うからかな。相当仲良しとかじゃない限り組まないように多分されてるから、3期とは、3期は3期同士になりそう。しばらく2期はまだ2期同士とかよ。サヤンとかはいろんな先輩とかと仲いいし、お仕事がねやっぱ一緒のメンバーとか多いから。沖さんと同室、え、あれ唯一の1回でした。もうない。沖さんとの同室1回だけだ。なんか透けてる風呂だった。透けたお風呂。の時、うん、人数にもよいかも。でも最近一人部屋が多いですかね。前リコチとホテルね同部屋やった時は3時か4時にホテル着いて5時には出なきゃみたいな、なんかそんな感じの同室だけど同室じゃないみたいなスケジュールだったから、5時集合で飛行機乗って山口行かなきゃみたいな時で、もうお互いヘロヘロでホテル着いてお風呂こう入ってもう出発みたいな。そう、お風呂と荷物だけ置いて。そう、オールナイト富士子のかもさ、3時とかだから配信もできなくて、ただ寝落ちしないように気をつけて過ごす時間だった。楽しかったな。はよう、おはようございます。声がだんだんマシになってきたかもしれない。カイロ冷めてきたよ。山口公園行きました。また山口でも公園したいな、ね、振りたくなっちゃうカイロって。なんでだろう、結構降ってる。え、ほんと風邪ひかないで気をつけて。わかった、気をつけるね。気をつけるわ、声とか枯らさないように。これ以上。ゆうぴょんハート、メロンのあつこさん、だるまありがとう。つかの間のハスキーボイスライフを
昨日もお話し会でさ、隣のレンからびっくりされてた。大丈夫みたいな、めっちゃ大丈夫ってめっちゃ言われて、隣が昨日最後の部がサーヤンとヒナさんのレンだったんですよ。で大丈夫みたいな、いろんな人が心配してくれてて、大丈夫だよ最初言っとったけど、大丈夫じゃないからさ、やばいって、大丈夫じゃない、やばい、交換して喉って言ったけど、誰も交換してくれんかった。お大事にって言われた。尼崎のよっちゃん、ハートありがとう。そうだよ、大丈夫だったらもうさ、大丈夫じゃなくても大丈夫って言っちゃわんね。人間の心理かな、日本人の心理かな、全世界共通かな。なんでこんな早いの、今日夜配信できないから朝から配信なの。そうできるかな、だからパセが今日何するかまたメールで送る。そう、夜配信なしです。メールでパセレの一日では、メールはリアルタイムのことは送れないんです。今どこどこにいるよは無理だから、時差でね、時差報告なんですが、メールでパセの生活をチェックしてください。昨日は初めましてでした。ありがとう来てくれて。なんか初めましての方多かったのに、こんな声で出迎えてしまいました。また通常ボイスの時もぜひ。昨日はちょっと盛り上がりすぎちゃいました。1時間目からね。おはようとか言って叫んでたら、調子に乗っておはようとか、なんか昨日は1時間目がどこのレーンも結構最初の方全然人来てなくて、やっぱ朝早いからさ、で何回もさループしてくれたりする方に遠くから叫んだりしとったらこんなのあった。ビンさん、だるま、トニさん、回復薬10個もありがとう。治りそうや。梅間さん、ハタありがとう。シーツさっぱらありがとう。おはよう。確かに加湿器、加湿器の煙で見えんかったらごめん。あ、そうなんだ、入場に時間かかったんだ。みんな寝坊したんかなって言って喋ってた、さこちゃんと。みんな来ないね、みんな早起きできなかったんかなって言ってなんだ、入場に時間かかったのかみんなお寝坊さん扱いだったわ。よかった、新情報。かいちゃん、レインボーペンライトありがとう。喉、喉、ご覧の通り、ご覧じゃない、お聞きの通り、ちょっと昨日のお話し会ではしゃぎすぎて、声が枯れちゃったので潤すために舐めてました。厳重にチェックされた。大丈夫だった、怪しいものとか持ってなかった。おはよう。リコちゃんね、久々に会った。リコちゃん今舞台のお稽古頑張ってるからしばらく会えてなくて、久々に会えました。でもバイバイって言えずに、いつの間にかお別れだったから、また次会える時を楽しみにします。チコリータ舞台
も荷物検査大事ね。でもさ、なんか荷物検査さ、テーマパークとかさ、意外となんかパッと開けてさ、一瞬で終わらん。パッね。もっとなんかこうやって触ったりして持ち上げたりするかと思いきや、パッどうぞーみたいな感じじゃけん。あ、サッカースタジアムもあんの？あ、プロ野球、え、プロ野球カープに行った時そんなんだったかもしれん。 2,3 年前ユナアナが連れてくれた時、なんかもうさ、右も左もわからんすぎてさ、ユナアナが連れてってくれるまま私とミホリンはテクテクついてくしかできんくて、でカープ観戦の時ユナアナがユニフォームとか全部持ってきてくれて、これ着てって言って、応援グッズも全部貸してくれて、でお水とかの持ち込みのルールとかも教えてくれたり、フードとかもこれ人気だよとか全部教えてくれた。ルールも全部教えてくれてました。火曜日のルビーさん、クマありがとう。僕はクマ、クマ、クマ、クマ。カズノシンさん、喉あっためクマちゃんありがとう。絶対そんな名前じゃないけど、喉ポカポカクマちゃんありがとう。火曜日のルビーさん、レインボースターありがとう。なんか氷、氷のさ、カップに入った氷のやつにお茶を注いだりするのをそれで知った、その時に知った。バスケの会場そんなチェックなかった気がするんですよね昔。カズノシンさん、回復薬、渡辺さんハート、しんいちさんハート、ギフトありがとう。投げる人がおる、危な、あのブーメランみたいにピューンって投げたらクルクルクルポンってアニメみたいにね、だったらいいのに。危ないね。おみかんさん、回復役ありがとう。カズノシーさん、ハートありがとう。おはよう。なんか斜めって斜めってるね、なんでだろう。眠くなってきました。あと10分で6時、6時45分からはリンコとリンの番組もちこ。みふねさん、のどぽかぽかくまちゃんありがとう。ヶ崎のよっちゃんハートありがとう。え、眠そうでしょね、今日も寝てない。まだイルファンさん、ダルマありがとう。いろいろしてたらもう配信始まる時間になっちゃったからメイクしたよ。相撲の座布団は当たったら痛いらしい。痛いんや。やっぱ鋭くくるからかな。重さがあるんかな。どこよさん、ハートありがとう。そうだよ、寝てないの。寝るタイミングを逃しました。もともと4時に起きようと思ってて、やばい、3時やってなって。いろいろしてたら3時や、もう無理や、メイクしちゃえってなって今に至ります。しんちゃんさん、招き猫ちゃんありがとう。いっぱい服を招いていこうね。招き猫ちゃん、そう
週6時か5時半に配信しようと思ったけど、思ったより早めに始めてしまった。予定より。バスは昨日何時に起きた？昨日新幹線早かったんですよね。始発とかだったかな、分からん。ちょっと記憶があやふやです。渡辺さん、レインボースター、しんちさん、コバ、ありがとう。風のしんさん、かわいい、ありがとう。今すぐチャリで東京から栄養ドリンク持ってきてくれるの？チャリか、頑張って。高速とか乗ったら、ネットニュースとかテレビのニュース出るから気をつけて。ちゃんと一般道通るんだよ。気をつけて。はよ、喉温めるよ。寝落ち。山の香さん、ハートありがとうございます。眠すぎて目がチカチカしてきた。おつさん、ハート、バラちゃん、レインボースター、カズノシンさん、ありがとう。ありがとう。おはようございます。イオンドリンクギフトでポン。早くショールームにそういう受け取れるシステム作ってもらわなきゃ。しおなさん、ハートありがとう。そうだ、今日駅伝の日だ。本当じゃん。そうですそうです。道路のさ、上とかにある電光掲示板的なやつにこの前書いてたわ。そうだわ。21日。え、今日さ、ドラフト3期生さんの記念日で。そうなんですよ。おはようございます。そろそろ終わる時間かもしれん。6時前。準備しなきゃだわおはよう。